第100回箱根駅伝、袋、神奈川、箱根町、東京、大手町、極間 109.6km、第100回箱根駅伝の袋が行われ、8区も青学大が独走。初出場の塩出翔太、2年、が改装して1時間4分0秒をマークして突塚中継所でタスキをつないだ。箱根駅伝8区通過順位をチェック。 2位に駒台、その差は5分33秒に広がる中、赤星優と4年、から花尾京介、4年、絵とたすきが繋がった。過去最高、5位、以上を目指す城最大が変わらず3位。駒台とは2分28秒差となる。東洋大4位で中継。国学院大が順位を上げて5位、法大が6位で中継した。総価大は順位を落として7位。 総大、明大ともに帝京大が前に、16km 付近で帝京大が中大をかわす。4番目、総合10位、でたすきをつないでいた中大は途中、一気にペースダウンした。10位に東海大が浮上。往路8位だった大東大が交代して9秒差の11位、中大は10位から17秒差の12位となった。 戸塚中継所で今大会初となる山梨学大が繰り上げスタートとなっている。